はい、今日はですね、偶然撮影した衝撃の瞬間を紹介したいと思います。それが蛇に飲み込まれるカエルです。まあ、蛇は日本でもよく見かける生き物で、まあ、カエルを食べるというイメージはあるでしょう。まあ、しかし野生の蛇がカエルを捕食する瞬間というのは、ほぼ見ることがありません。だがまあそんなね、衝撃的な瞬間を撮影してしまったので、紹介したいと思います。それがまあこちらの様子です。まあ、ある夏の日にふと庭を歩いていると、まあ、茂みに蛇がいました。まあ、それまではよくあることですが、よく見ると、その蛇がカエルを咥えていました。まさにカエルを捕食して、捕らえて飲み込まれていく瞬間でした。まあ、このようにカエルが徐々にお尻から飲み込まれていきます。カエルは生きたままです。ちなみにこのヘビはヤマカガシという種類のヘビで、体に少し赤色があるのが特徴です。毒もあるので、見かけた時は気をつけましょう。まあ、カエルが鳴いているのか、空気が漏れているのか、カエルの断末魔が聞こえてきます。本当に野生のヘビがね、捕食する瞬間っていうのは初めて見ました。衝撃的な瞬間でしたが、まあ、これがまあ自然なんだなというふうに感じました。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、よかったと思ったらチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いいたします。また各種 SNS のフォローなどもお願いいたします。アートなスマホケースなども販売しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ありがとうございました。